東日本大震災で全てを失った僕がどうやって半年で都会で一軒家を持つことができたのかその秘密を知りたい人は他にいますか3日間の短期合宿の締めくくりは。 ほぼフルコートのサイズで行われた紅白戦ハイロビブス組のトップ下に入ったミッドフィルダー武藤キ・樹浦和はタッチ数制限付きのルールの中でしっかりと視野を保ちながら素早い状況判断でパスを出してはチャンスを作ったサッカーの東アジア杯以来となるバヒド・ハリルホジッチ監督の目の前での実戦形式のプレーでまずまずの存在感だった自分自身では東アジア杯ではボールを失うことが多かったと思っているので今回の合宿では 判断の部分で成長したところを見せられればと思ってやったミスもあったけど出せた部分はあった意識したことができて意味のある合宿になったハリル・ホジッチ監督からは攻撃陣全体に対して J リーグの中でもっともっと点を取らなければいけない20点取る選手がもっと出てこないといけないとゴール量産を厳明されたというこれは武藤自身が考えていた課題と同じだった トップ下のポジションを争うライバルは、ミッドフィルダー香川真司や、ミッドフィルダー清、武、宏といったテクニシャンたち。技術で急に上手くなって、香川選手や清武選手に勝つというのは難しい。だから、僕に一番大事なのはゴールだと思う。監督が言うように、二巡楽くくらい取らないと、ポジション争いの土俵にも立てないと思う。浦和で、ブレイクした武藤の昨キリーグ戦でのゴール数は13だった。 今年は、去年以上のゴールを決めたいと思っていたので、目標は15点や20点というところになる。今季は、まだ1点しか決めてないけど、積み重ねていくことで、先につながっていくかなと思う。合宿中には、バルセロナの映像を見て、屈指のテクニシャンである、フォワード・ネイマールが、必死のスプリントで、相手の裏を取りに行く姿が目についた。技術の高い選手でもしっっかり走って 相手の裏を取りに行っているハリル・ホジッチ監督も、裏へのスピード感を出していかなければいけないと言っているので、そういう部分もやっていかないといけない。浦和に戻れば、通車道の一角でのプレーが待っている。目指すのはゴール量産。J リーグの中で、いつも競争があるので、そこで勝ち上がりたい。浦和で結果を残すことで、海外組が来ても定着できるように頑張りたい。武藤はさらに,貪欲になっている